坂井つは、千葉県船橋市出身の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。東海大浦安高校では、1981年夏の千葉大会準々決勝に進むが、長子賞に完封負け、東海大学へ進学。同期に、関根克美、二年下に、小木原光など高等手がおり、あまり出番はなかった。 首都大学リーグでは在学中6回の優勝を経験。リーグ通算11試合当番し1勝1敗。他の大学同期に渡辺真嗣がいる。大学からの卒業後に日立製作所へ入社すると1988年の都市対抗野球に出場した。同年の NPB ドラフト会議で阪急ブレーブスの買収によって創設されたばかりのオリックスブレーブスから1位で指名。 結局、オリックス球団の一期生として入団するとともに、阪急時代から在籍している渡辺と再び、チームメイトになった。1989年は、サイドスローから繰り出す、スピードはないが重い球質の直球と打者の裏を書いて、打ち取る、頭脳的な投球術で、シーズン前半は先発、後半は、 抑さえで9勝9セーブを挙げ、渡辺富夫との激しいマッチレースを制して、新人王に選ばれる。1992年には一軍公式戦で10勝を挙げたが、翌1993年のシーズン中盤に、厚生症指定の特定疾患を食人体国家症を患っていることが判明。背骨の一部を摘出する大手術を受けたため、1993年の シーズン終了後には、日本プロ野球史上初の複数年契約を結んだ。契約期間中は、チームの世代交代の時期と重なったことなどを背景に、一軍への復帰を果たせなかった。三年契約の最終年に当たる1996年に、現役を引退。オリックスの二軍マネージャー、アスピア学園関西野球専門学校の監督、野球解説者を歴任。 2001年から2003年までは、オリックスの2軍、サーパス、神戸投手コーチを務めた。2004年から、オリックスのスカウトに転身すると、平野和などの獲得に尽力。2008年のテイリー・コリンズ監督辞任を機に、同年5月22日から2010年まで再びに、軍投手コーチを務めた。この時期に、西勇気を主力投手へ育て上げたが、2011年に、 再びスカウトへ転じた。2012年に東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍投資コーチへ就任。2013年から2軍チーフ投資コーチへ移動になったが、2014年には7月2日から同月23日まで2軍監督代行を務めた。2軍監督代行を務めたのは、2014年5月に1軍監督の星野先一が自身と同じ。 黄色人体国家省と腰痛の併発によって、休養している間に、一軍の監督代行が、佐藤義則、大久保博士元と変遷したことによる。7月24日に、星野が一軍監督に復帰したことに伴って、大久保も二軍監督に復帰したことから、堺も二軍投手コーチに復帰。大久保が一軍監督に昇格した2015年には、二軍監督を務めたが、 シーズン終了後に球団へ対談を申し入れ、10月4日に対談が発表された。2016年からコーチとしてオリックスに復帰。復帰当初は一軍投手コーチを任されていたが、チームも一軍の投手陣もレギュラーシーズンの開幕から不調に陥ったことから、4月17日以降は2軍育成コーチへ移動になっている。ありがとうございます。